察してやれ。これでも匂いついちゃうのかな。副流煙は健康を害しますよ。うるさいな、わかってるわよ。たまには部屋の掃除もしましょう。気分転換になりますよ。はいはい。おや、壁に傷がついてますね。いっちゃ、補修業者に連絡しますか。傷？確かに、そうですね。だいぶお疲れのようですね。働きすぎかな。睡眠休息ともに不足している。リフレッシュも必要ですよ。ですよね。でもなかなか難しくて。それとこれは専門外のアドバイスですが、喫煙は健康を害します。ほどほどに。透明人間がいることを証明できればまだ手はあるってことですね。俺と交渉しているつもりか。2係の止水監視官は独走扱いのまま未だ行方不明です。そのことに先生なら思うことがあるんじゃないですか。鴻上さんに手を貸した自責の念から自ら進んでここに収容されているあなたなら。情に訴えてどうにかなる相手だと思うのかな。俺がわずかな可能性でも手を尽くすことの価値を知っている。先生はそういう人です。優秀な生徒だよ、お前さんは。ご指導のおかげです。これじゃ執行対象だらけになっててもおかしくない。また新たにカムイの名が出ました。そして爆弾解体ドローンの移動と部品損失、それらが悪魔の証明の突破口になる。そう言いたいのか。連行された人物は何かを知っている。力を貸していただけませんか、先生。またカムイの名前か。一体どうなっている。日中川君、応答して。はい。現場周辺にホロをまとった人物がいないか調べて。ホロ、どんな。北沢の時の女性か、別の姿かは分からない。きっと日中川君にしか見極められない。お願い。あ、分かりました。なるほど。異常なほど精巧なホロを作ることから、カムイはホロに強い執着を持っている可能性が高い。透明人間が着る服のようにか。全てがカムイの計画なら目的は何。どうしてここまでするの。最初の事件との共通点が一つ。監視官を引き離し孤立させること。狙いは監視官、もしくは監視官自身ではなくドミネーター。普通ならありえないけど、大和屋執行官を撃ったのは止水監視官ではないのかもしれない。カムイが適性のない人間が何らかの手段でドミネーターを扱った。あの事件そのものがそのための実験だった。もういい加減にしろ、常森。お前のサイコパスが濁るぞ。透明人間、姿は見えなくても残された足跡を追うことはできる。成功しています。すでにドローンを向かわせていますが。結局直接出向く羽目になるだろうな。青柳さんを呼び出した止水監視官、音声は本人のもので間違いなかったようです。監視官を懐柔するような相手が簡単に尻尾をつかませてくれるはずがない。ふん、買っているわけだ、カムイを。警戒はすべきだと思っています。実際昨日も現場にいたはずのカムイのサイコパスはつかめなかった。思い出しているのか、牧島省吾。似たような不気味さは感じているのかもしれません。でも何かが決定的に違う。その何かが分かればカムイの正体に大きく近づけるんだろうな。だから先生とお話ししているというのもあります。残念だが俺は手品師じゃない。
糸くず引っ張って花に変えてやることはできんよ。ご謙遜を。行くのか。はい。十分注意しろよ。操作は3係と共同で行います。戦力的には十二分でしょう。よく局長が許可したもんだ。いや、作戦自体には後ろ向きだが、行う以上はリスクヘッジすべきという判断か。本当、さすがです。人通りのほとんどない場所、行き止まり。東金さん、人の少ない通路の最深部という立地。ホロ刑事の勘ってやつですよ。待ちなさい。君が撃てないのは知ってる。汚れ仕事は我々の役目だ。ダメ！ドミネーターを一体誰に向けようとしているの？そしてあなたは裁かれるどころか、ドミネーターに認識すらされない。一体なぜ？ありえない事態が起こったなら、疑うべきは二つだけだ。前提条件が間違っているか、それともあんたの頭がイカれちまったか。私だけが虚構にとらわれているならわかる。でもそうじゃない。カムイの存在はもう疑いようがない事実だが、ドミネーターは認識すらしない。マキシマともまた違う。潜在体質とも違う特殊な体質だから、この社会に認識されない。しかしそこには必ず仕掛けがあるはずだ。個人を徹底的に管理するこの社会の隙間をついた重大な仕掛けが。それは案外近いところに転がっているのかもしれない。えどうかしましたか？あ、ごめんなさい、少しぼーっとしてて。今なんて？カムイです。サイマティックスキャンに認識されない奴の体質を暴くことが事件解決の最善手ではないかと。ええ、その理由さえ分かれば彼に色をつけられるかもしれない。なぜカムイが透明人間でいられるか、現場に残されたヒントを探りましょう。あなたは何色なの？カムイがそうであるように。同行に応じてもらえますか？もちろんだ。だがその前にこれを。社会とシビラを守るためだ。カムイによる秩序崩壊を止めれば、はるかに多くの犠牲が出る。それと今しがた残念な知らせを受けてね。君の祖母常森葵の遺体が倉庫街で発見された。
拘束された状態で撲殺されたようだ。無ごたらしい犯行だよ。最後の引き金は君に委ねよう。我々の住むこの社会を守りたまえ。信頼しているよ、常森監視官。カムイを殺せ、常森茜。己の無力さを思い知れ。自分を取り戻すための殺意を肯定しろ。そうすれば必ず黒く染まる。殺すのか、奴を。わかりません。でもそうすべきなのかも。らしくないな。あんた言ったよな、法が人を守るんじゃない、人が法を守るんだって。それを信じてるからあんたは俺を止めようとしたんじゃないのか。そうでした、あの時は。まあ俺が言えた義理じゃないか。シビラにカムイは裁けない。でもカムイを止めなくちゃいけない。もう手段がないんです。違うな、もう手段がないんじゃない。今は手段がないだけだ。可能性のピースはもう揃ってるはずだ。あんたがためらっているだけで。失敗は許されない。でもかけてみてもいいんじゃないか。負けるなよ。ありがとうございます。俺の母があの怪物を生み出した。その責任は息子の俺が負わねばならない。たとえこの手を血で汚すことになっても。殺すつもりですか、カムイを。鴻上執行官ならそうしたはずだ。行きましょう、監視官。お芝居はもうやめませんか、東金さん。あなたの母親がカムイに行った脳の多体移植、私はそれによく似たシステムを知っている。もちろん彼女も知っていたことになる。でもこの社会でそれは許されないこと。免罪退出者を除いて。東金美佐子が免罪退出者ならシステムに組み込まれているはず。そして今回の件で責任者として活動を強いられている可能性が高い。つまり今加勢局長の皮をかぶっているのは東金美佐子。監視官、俺には何の話かさっぱり。あなたの経歴データを見せてもらいました。隠匿していた本当のデータを。きっかけは下月監視官の報告書です。あなたの経歴と矛盾する内容が多々あった。それでファイルを調べ直したんです。なるほど。監視官をことごとく潜在犯に陥れてきたその経歴、正直信じたくなかった。もしくは意図してやっているわけではないと思いたかった。雑賀先生のように。でもあなたは違った。今までのあなたの言動を振り返ればだんだんと分かってくる。あなたがどうしたかったのか。私を黒く染めたかった。そうですね。実行対象ではありません。トリガーをロックします。奴のせいでお前の祖母は死んだ。なぜ守る。カムイはおそらく殺害に関与していない。正気か。その男が誘拐させたんだぞ。確かに彼なら私の家族の情報を得られた。でもそれは公安局の人間も同じ。犯罪者ではなく同僚を疑うのか。お前はサイコパスが濁ることを恐れ、奴への感情から目をそらしているだけだ。憎しみも殺意も消せはしないぞ。私は守らなければいけない大切な命を守れなかった。だけど
法を守ることを絶対に諦めちゃいけないんです。行きましょう。待て、常森茜。ふざけるな。お前たちに母さんを汚させるものか。そんな選択肢は存在しないんだ。そこから出ろ、冒涜者ども。やめなさい。いい目だ。気づいているだろう、常森葵を殺したのはこの俺だと。干からびた老人のくせにしぶとくってな、あーちゃんあーちゃんと呼び続けていたぞ。別の可能性もある。君も気づいているだ。君が願う法の精神、もしそれが社会という存在に等しく正義の天秤となるなら、いつかその精神こそがあそこにいる怪物を本当の神様に変えるかもしれない。ありえない。お前などが母さんよりも清らかなものか。反逆行為並びに常森葵の殺害容疑であなたを逮捕します。常森茜監視官、あなたの提案により私たちの中で議論され続けてきた問題が解決を迎えたのは喜ばしいことです。ただし今の処理能力ではまだ社会全体の集合的サイコパスは成立しえない。その日のために今後も社会に貢献し健やかに生きることを推奨します。